の、にわからです。ナレーションのにわかです。前回のあらすじ、キャノンボールを買って組み立てて後輪で隠して走らせたけど物足りなくて、コンデンサー回路を設計して実験して失敗して改良して成功しました。やったー。ということで前回に引き続きアニメダッシュ4クローのコンデンサー回路を実現させます。制作にあたって目標を決めます。制作するシステムをモジュール化します。そしてこのモジュールの着脱と固定をワンステップにします。もちろん接着は禁止です。またモジュールを取り外してもノーマルで走れるようにします。バッテリーを追加することも禁止します。つまりコンデンサー回路への給電とモーターの回転はミニ四駆搭載の単三電池2本で行うということです。最後に外見はノーマルを維持します。制作するシステムはすべてミニ四駆内部のこのスペースに収めます。まとめるとこんな感じです。今回の縛りも厳しいですが、工夫して実現してみせます。それでは制作へダッシュです。まずはプラットフォームを設計します。できるだけ薄く簡素に作ります。これで設計完了です。 3D プリントしたプラットフォームを載せます。ボディを取り付けて干渉を確認します。干渉はありませんね。次は回路台にマイコンのモップを置きます。同様にして干渉を確認します。結構干渉していますね。裏側の干渉箇所を除去します。固定部を除去したので毛も除去します。このままではボディキャッチが使えません。接着剤で固定します。2液なので混ぜます。接着面に塗り込んでいきます。硬化するまで待ちます。次にコンデンサーを乗せてみます。いい感じです。ここを除去すればぴったりフィットしますね。除去します。鳴らします。コンデンサーを乗せて確認します。最高なフィット感です。ボディを乗せて干渉を確認します。干渉しています。干渉箇所を除去しても強度は問題なさそうですね。ということで除去します。ボディを乗せて確認します。こちらも完璧です。これで加工は完了です。次は回路の実装基板図を書きましょう。読み込んだ電子部品を散らばらせて部品同士のつながりを確認します。配線が短く済むようにそれらの部品同士を密接させます。これで部品をセットで扱えるようになります。次に配線を考えながら配置をしていきます。ここの配置に目が実装基板図のメインな気がする。できるだけ部品同士が密接するようにしていきます。こうすることで基板を小さくできます。大体の構想をつかんだので基板の枠に入れて調整します。配置が決まったものは配線をしてきます。 DC-DC コンバータとコネクタの位置に困っています。 DC-DC コンバータはモジュールなので基板内に出します。これで解決です。あとは残った配線をジャンパワイヤーが少なくなるようにつなげていきます。一応は配置時点でジャンパが減るようにしています。ジャンパワイヤーを使う場合はランドを追加しておきます。最後に塗りつぶしと基板の外形を描きます。実装基板図ができました。いい密集感です。 CNC 用のデータを作ります。基板の左上の座標を原点に設定します。回路部と基板の外形のデータを出力します。ドリルのデータを出力します。これらのデータをフラットキャムに読み込ませます。フラットキャムはデータを CNC が使えるようにします。いろいろやって切削用データの完成です。基板を切削するので板に固定しておきます。固定はグルーガンで行っています。グルーガンで固定すると取り出しが楽になります。固まるのも早くてグッドです。それと昔は裏に両面テープをつけていましたが、切削面の水平がブレるのでやめました。四辺を固定できたら OK です。確認してみます。浮きもなくしっかりと固定できているので CNC に移動します。 CNC のテーブルに基板を置きます。固定用板の四隅を押さえで固定します。締め付けます。 X 軸と Y 軸の原点を合わせます。 Z 軸の原点を合わせます。V カッターと基板の銅箔にテスターを当てて導通確認モードでそれぞれの接触を確認します。音が鳴ったのでここを原点とします。
切削スタートです。基板の水平が取れていないとここで切削が深い箇所と浅い箇所ができてしまいます。完全に水平にするのは難しいので少し深めに切削しています。ですが深くしすぎると銅箔の線が細くなったりランドが小さくなったりします。調整がなんとも難しいところですね。電子部品の足を挿入する穴を開けていきます。基板を切り出します。基板の切削が終わりました。いい感じです。固定台座から基板を取り出します。ニッパーでつなぎを切ります。基板が取り出せました。見た感じはいい感じの出来です。角を紙ヤスリで削って鳴らします。銅箔側のバリも削ります。基板右側の線が1本だけ削り切れていません。ここは手動で削ります。1本だけだったのが本当にラッキーでした。もう少し切削が浅かったらこの基板は破棄してやり直しでした。右端なのでここを削るだけで済みました。分断されているかを確認します。音が鳴らないので問題ないです。こんな感じで仕上がりました。グッドです。この面の色がダサいので銅箔面をマスキングして塗装面を足付けして艶消し黒で染めました。引き締まりましたね。電子部品をハンダ付けしていきます。回路図を確認しながら抵抗を乗せます。抵抗の足を切断します。ハンダ付けします。ジャンパワイヤーを乗せます。ビニールテープで絶縁します。 FET を乗せます。ジャンパワイヤーと FET をハンダ付けします。オトカプラを乗せます。オトカプラをハンダ付けします。ピンソケットを乗せます。ピンソケットをハンダ付けします。ピンヘッダもハンダ付けします。コネクタを接続するためのピンヘッダを加工します。できるだけ高さをなくします。ピンヘッダの固定台を外します。固定台を外したのでグルーガンで新たに固定します。最後にマイコンを搭載します。回路基板が完成しました。電子部品の配置をきれいにまとめられました。左側の整列感がグッドです。次は配線に移ります。配線は大変なので撮影なしでいきなり完成品です。小圧器、マイナス端子、プラス端子、コネクタ、コンデンサ、ひっくり返すと、こちらの面はモーターへのプラス端子です。銅板を絶縁して接着することでミニ四駆の構造を保ちながら電流の供給を分けています。意外とうまく機能しました。プラットフォームにそれぞれの部品を固定していきます。システムをモジュール化しました。コンデンサー回路モジュールの完成です。システムのモジュール化は初めてやりましたが気分のいい出来になりました。コンパクト感もシンプルさも満足です。すべての部品が揃ったので組み立てます。できました。コンデンサー回路搭載キャノンボールです。オディを外すと回路が出現します。すべての部品をミニ四駆内部に収めることでノーマルの外見を崩さずに機能を追加しました。覗き込まないと改造していることが分かりません。このノーマル感は庭から史上最高の出来です。嬉しいです。それでは早速動作へダッシュです。ノーマルのミニ四駆です。モジュールを差し込むとこれだけでコンデンサー回路を搭載できます。自動で切り替わります。取り外すとノーマルミニ四駆に戻ります。完璧な動作です。それではコースで走らせてみましょう。ちょっとわかりづらいですね。チャージ中とブースト中を重ねて見てみます。スロー再生。このくらいの差が生まれました。ブーストができています。今回はキャノンボールにコンデンサー回路を搭載しました。これを応用して別のアイデアも生まれたのでそのうち形にしてみます。
こんな感じの制作動画を出しているので、気に入った方はチャンネル登録をして通知を受け取りましょう。ということで、それではまた、のし。